はい、こんにちは、またまです。皆さん、いいバッグってなかなかないですよね。やっぱりコーディネートにおいてバッグってめちゃめちゃ重要ですし、そこでね、安っぽいものとか選んでしまうと全体の印象悪くなってしまうんですよ。とはいえ、かっこいいバッグってなかなか探しても売ってないし、海外ブランドとかあったら結構あるんですけど、もうめちゃくちゃ高いじゃないですか。10万、20万とかするわけですよ。なかなかそういうの買えないですよね。でも国内だといいバッグってなかなか見つかんないし、まあ、国内でね、例えば見つけてもまあ4、5万とかするわけじゃないですか。重要なのになかなか買えないって人多いと思うんですよ。そんな人におすすめしたいバッグ、ついに出てきました。こちら GU から出てきた新作バッグ、ナイロンツイルウエストバッグ。これおすすめです。今回の動画ではこちらのナイロンツイルバッグだけじゃなくて、他にもおすすめのバッグ紹介しますし、両方ねシルエットもお見せしてコーディネートまで紹介していこうと思うので、ぜひバッグ探してる人、今回の動画見逃さずに最後までご覧ください。ということで、こちらのバッグ紹介していこうと思いますが、メンズファッションにおいてバッグって超重要アイテムです。例えば全身ユニクロのようなね、ファストファッションコーディネートであったとしても、いいバッグ一つだけあれば印象を激変させられます。でも日本のね、バッグブランドって結構機能性に特化したものが多くて、見た目をかっこよくしていくっていう路線で作ってるバッグ、なかなか見つかんないんですよ。いいものはやっぱり高額でハイブランドになってしまいます。そんな悩みを解決してくれるのが GU から新作で登場したこちらのバッグ。ユニクロだったり GU、無印だったりザラとかね、 H&M とかファストファッションでいいバッグって本当ね、なかなか出てこないんで、周りにあるぐらいなんで、このアイテムめちゃめちゃ貴重ですし、絶対完売する前にゲットすべきアイテムです。ということで、今回紹介するバッグ、 GU から新作で登場したナイロンツイルウエストバッグ、1990円。安っぽくないのにこの値段、すごい、さすが GU です。こちらのバッグですね、おすすめの理由はもちろん紹介していくんですけど、それだけじゃなくてですね、おしゃれになりたい、ファッション頑張りたいって男性に向けて、絶対に知っておいてほしいファッションの知識だったりロジックもね、合わせてお話ししていくので、絶対に、ね、飛ばさずに聞いてみてください。ということで、こちらね、早速紹介していこうと思います。いわゆるウエストバッグになってますね。お腹あたりにつけるんでウエストバッグですね、の作りになっていて、まあ、なのでね、ここにね、フロントにまず大きいジップがあって、ちっちゃいポケットがあってっていう感じの3つのね、収納がある作りになっています。ただ使い方としておすすめなら、ボディバッグとして使ってほしくて、斜めにね、こうやってかけるのボディバッグっていうんですけど、その使い方で使ってほしいなと、そっちの方がおしゃれに見せやすいかなと思います。ウエストバッグとして普通に使うとちょっとね、難しさもあったりするんで、ボディバッグとして使うのがおすすめです。としてはね、やっぱウエストバッグなわけですよ。だからこういう作りになっていて、例えばここにこの引き手があって、ボディバッグにするとこうやって上げなきゃいけない、ちょっと使いづらかったりしますよね。でもウエストの位置だともうちょっと低いんで、ちょうどここだと開けやすかったりするっていうところで、まあいわゆるウエストバッグの作りにはなっているんですが、言うて全然使えるんで、こうコイルファスナーになっててすごい動かしやすいんで全然いけます。ちなみに全部ね、真っ黒なんですね。パーツもこのいうね、パーツ、プラのパーツだったり、ベルトもだったり、引き手もすべて黒一色で揃えられていて、すごくミニマルな作りになっていて、めちゃめちゃ合わせやすいです。おまけにですね、このフロント部分のジップ隠すような仕様になってるんですね。ここの部分、こうやってちょっと隠れてるじゃないですか。これがむき出しになってると、あえて今むき出しにしてるんですけど、こんな感じで露出するわけですね。そうするとよりカジュアルな印象になるんですけど、ここ隠すことによって結構ミニマルな作りで合わせやすくしてくれてますね。で、普通隠すとジップの動き妨げてしまうんで使いづらくなるんですけど、コイルファスナーって動きいいんで全然この状態で動きます。なので使い勝手的には何の問題もないかなって。まあ、そもそもやっぱ安いブランドでミニマルで作ってくれるところって割と少なくて、ガチャガチャしたデザインにした方がやっぱ売りやすいんですよね。目立ちますしね。こういうのだとあんま目立たないんで、陳列していてもなかなか目に留まらなかったりもするんで、あんま作ってくれないんですけど、これすごいミニマルに作ってくれてます。まあ、欲を言えばね、この引き手、まあ、ブランドだったらもうちょっと細くしますし、どちらかといったら機能性を重視して分厚くて掴みやすいものにしてるんだと思いますが、細かい点言うとまああるわけなんですけど、2000円でこれすごいと思いますね。めちゃめちゃ頑張ってるなって思います。素材もナイロンツイルの素材になっているんですが、高密度で張りと厚みがあって結構びっくりすると思います。これ触ったらしっかりしてんなって誰しもが思うはずです。で、ベルトの部分はポリエステルですね。このテープベルトになっていて、プラスチックのパーツになっていると。まあ、ここが本当は、もうちょっとテカリのないベルトだったりメタルだったりしたらね、もうちょっとね、高級感より出るんですけど、2000円でこれでしょ、もう限界超えてますよ。相当すごいと思います。おまけにね、ナイロンツイル素材っていうこともあって撥水性もあるんで、ちょっとした小雨程度なら雨弾いてくれます。防水ってわけじゃないんでね、中の荷物がずっと濡れないかって言われたらそんなことないんですけど、まあ、軽い水ぐらいだったら弾いてくれるよっていう機能です。
ということで、このバッグ、実はどれぐらい入るのか気になる人多いと思うんで、実際に収納していきたいと思います。ということで、まずね、中身がどうなってるのかっていうのを見ていこうと思いますが、こんな感じですね。ちょっと見えないかな、真っ黒で。ここにですね、2つポケットがあります。ちっちゃいポケットと大きめのポケットがある。で、あとは特にないんですね。割とマチもあるんで、容量的には結構入るんじゃないかなと思いますが、今回チャレンジしたいものいきます。スマートフォン入れて、AirPods ケース入れる、香水入れる、メガネケース入れる、ペットボトルと、ちょっと無理な気がしますが、T シャツ入れてみようかなと思います。こういったバッグってフェスとかね、使う人もいると思うんで、フェスとかなんかアウトドアとかで使いたい人いると思っていて、着替えたい時とかあるかもしれませんね。汗かいて。なのでちょっと T シャツチャレンジしてみようかなって思います。これはサイズいくつなんだろう ?5、600? ぐらいになってます。まぁ、ちょっと入んないかな、でも。何から入れましょうか。絶対入るのからいきたいと思います。ちっちゃいところ。ここ入りますね。さすがにね、はい。どうしよう。ここ別にまだ同じの、同じ場所にコース行きたいと思います。はい、まあ入る。これぐらいにしておきましょうか。そうです。あ、ここにスマホ入るのかやってみようか。入んないっすね、これは。ああ、さすがに。これ入んないっす。はい。これ入んない。スマホはじゃあどこにしようかな。このでかいところに入れてみようか。うん、ここに入れ、あ、意外とでも浅いっすね。スマホちょうどだけど、まあちょうどかで、まあ T シャツ行く先に。はい。ちょっとね、どうかな。とりあえずこれだけなら絶対入りますが、T シャツ入れました。ちなみにユニクロのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ入れました。で、水。あ、いけるか。すごい。いけるわ。で、メガネケースも入れて、ちょっとまだね、空いてる。ほら、ぐにゃってなるぐらい。本当だ。あとね、財布、カードケースぐらいはいけると思います。うん、まあ、あと、そもそもここが空いてるわ。ここ何も入れてないんで、プラスなんかいけるかな。はい。まあ、タバコ吸う人とかだったら、タバコとか入るんじゃないかなと思います。うん、割と入るね。そうですね。びっくりしましたね。うん、しかもなんか、形も綺麗ですし、うん、ごちゃごちゃしすぎないんで、思ったより入った T シャツびっくりですね、うん。っていう感じの収納力になっています。ということで、ここまでデザインだったり、素材だったり、収納についてお話ししてきたので、実際に着用してみてね、シルエットとかサイズ感っていうのを見ていきたいなって思います。はい、実際につけてみるとこんな感じですね。これでよりサイズ感分かりやすくなったんじゃないかなと思います。ちなみに後ろから見るとこんな感じです。で、これ逆にこうやってつけてもね、もちろんありです。こんな感じで、これも可愛いですよね。こんな感じのコーディネートもありなんじゃないかなと思います。まあ、日常使いしやすいサイズ感で、意外と物も結構入りますし、便利なバッグですね。で、実際コーディネートはね、こんな感じで組んでみたんですけど、パンツに色を入れて、それ以外はブラックで挟んだっていうサンドイッチコーディネートになっています。パンツ黒使わないとちょっと難易度高くて難しいですって質問来ること結構多いんですけど、こんな感じで挟んであげると簡単に攻略可能なんで、今回グレーのワイドパンツにしてるんですが、その場合は靴を黒、アウターとかね、バッグも黒っていう感じで黒で挟み込んであげるっていう風にすると簡単にね、コーディネートね、まとまりやすいんで、ぜひね、参考にしていただければなと思います。次にですね、全男性がバッグに投資すべき5つの理由っていうお話しさせていただきたいなって思います。今回のバッグを購入するかどうかの判断基準になる話です。めちゃくちゃ大事な話になってくるので、5つとも絶対飛ばさずに聞いてください。まず1つ目、目立つ。バッグってめちゃめちゃ目立つんですよ。例えばね、先ほどこれ着用した時、なんとなくだと思うんですけど、もうここに視線寄ってたと思います。切り替わった時にね。これってバッグの話してなくて、コーディネートがバーンってここに出た時もバッグに意外と視線集中するんですよ。その時にそこ面積もあるじゃないですか。なのでバッグって目立つわけです。ちっちゃいバッグであろうが大きいバッグであろうがどっちにしろ目立ちます。そして2つ目、毎日身につけられるのでコスパがいい。バッグって毎日つけてても変じゃないわけです。例えば、まあ、なんかリュックがあったとします。それで大学とかどこでもいいわけですけど、毎日つけてても別に変じゃないですよね。でも例えば同じ服毎日着てたらさすがに変じゃないですか。洋服ってそうなんですけど、バッグとか小物系って同じような身につけてて何の問題もないわけです。例えばこういったねジュエリーとかもそうですよね。毎日つけていても何も変じゃありません。だからこそ何回も使えるんでコスパがいいわけです。そして3つ目、トレンドに左右されない。バッグとかマクセリとか小物系って基本的にトレンドがあんまりないわけです。例えばリュックが廃れることなんてありませんし、ボディバッグがこの世からなくなるとか、ウエストバッグがなくなるとか、メッセンジャーバッグがなくなるとか、トートバッグがなくなるとかもちろんありえません。洋服ってまあなくなることはないにしろ、来年ちょっと着づらいよねとかあるんですよ。バッグはまあ来年ウエストバッグ急に使えなくなる、流行らなくなるとかないじゃないですか。ずっと定番であるわけです。だからこそずっと使い続けることができます。そして4つ目、劣化しない。例えばレザーのバッグとかだったらずっと使い続けられるわけですね。丈夫なんで革って、なのでずっと使い続けられるようなバッグっていうのは投資価値が高いです。そして5つ目、簡単に差別化ができる。メンズファッションでバッグって超重要なんですけど、なかなかいいものがないっていうのもあって、いいバッグ持ってる人すごい少ないんですよ。だからこそいいもの身につけるだけで簡単に差別化ができます。
ということで5つの理由をお話してきたわけなんですが、このバッグ購入する際に注意してほしいこと1つだけあります。先ほど全男性がねバッグには投資すべきっていう話をお話ししてきたわけですが、これまでお伝えしてきた通りバッグって皆さんがね思ってる以上に超目立つ重要アイテムなんです。なので高級感があるいいものを持つべきです。そうするとコーディネートがね一撃で高見えしてくるんですよ。ただし逆に言うとチープなものとかあんま良くないバッグ持つとマイナスになっちゃうわけですね。一気にダメに見えてしまうと。その点ね踏まえてお話しすると、今回紹介してるバッグってチープ感ないんで、そのあたりの心配ってのはありません。ただこれが高級感があるとか、まあ高いバッグに匹敵するかって言われたら全然そんなことはなくて、この2000円でできるバッグの限界は完全に超えてるし、おすすめではあるんですけど、まあ、すでにいいバッグ持ってる人とか、まあ僕バッグ好きなんでいろんなバッグ持ってるわけですね。そういうものと比べるとさすがにね劣るわけですよ。本音で話すとバッグとかこういったジュエリーとかってお金をね貯めていいもの買ってほしいなと思っています。なので話をまとめると、このバッグを買うべきかどうかの判断基準って、現状ねいいバッグまだ持ってないっていう人だったり、まあ、本気のバッグを手に入れるまでのつなぎのバッグとして手に入れる人だったり、そういった人は絶対買った方がいいです。であれば絶対満足できます。ただですね、直近でいいバッグすでに見つけていたりとか、それが欲しいって思っている人はこのバッグかな一旦我慢して、そのお金をね今自分が狙ってる本気のバッグに使うべきかなって思います。なので、まあ、本当にまだちょっとね見通し立ってなくて、今ねとりあえずつなぎ欲しいって人にはガチでおすすめです。そして今回動画もう一つおすすめしたいバッグがありまして、ナイロンツイルメッセンジャーバッグ、こちらです。2990円。こっちもおすすめで、さっきのバッグと比べると用途が違ったりとか当たり印象も変わってくるので、まあ、買い物の失敗を防ぐためにもしっかりとね今からする説明を聞いて、どっちのバッグのがより自分にねベストマッチするのか吟味してほしいなって思います。ということでね、こちらもね簡単に紹介させていただこうと思いますが、基本的な方向性として、作りの方向性としてさっきと一緒でですね、これカーキ選んじゃってるわけなんですけど、ブラックだったら全部同色になっていて、すごいミニマルな作りになっています。ほんとねこっちのバッグの形違いみたいな見た目になっています。で、同じナイロンツイル素材になっていて、張りがあって素材感一緒ですし、パーツの使いとかも一緒ですね。で、サイズ感がやっぱ全然違って、こっちのは大きいわけですよ。なのでより主張が強くなって容量とかも増えるんで、荷物多い人とかはもう間違いなくこっちの方がいいかなと思います。まあ大きな違いとしてはここですね。このジップが結構さらけ出されていると、露出してる点なんですけど、一見止水ジップに見えるんですが、実は止水じゃないらしくて、止水って雨を通さないジップのことなんですけど、止水ライクなジップになっているらしいです。自由さんのね展示会をお邪魔させていただいた時に、このバッグ見て止水ジップだと思ってたら、これ実は止水じゃないんですよって言われて結構驚いたんですけど、かなり止水に見えるジップになってます。ちょっとね要注意です。で、こっちのバッグのが明らかに大きいじゃないですか。だから荷物の量とかでどっちのバッグにするか選ぶっていうのも簡単な選ぶポイントだと思うんですけど、こっちのバッグのが大きくてコーディネートにおける面積っていうのをだいぶ占めるわけです。なのでこういったバッグって基本的にはコーディネートの外しとしてね役立ってくるわけですね。例えばコートとかフォーマルなアイテムの外しとしてバッグっていうのが役立ってくるわけなんですけど、先ほどのねちっちゃいバッグと比べるとより大きくてよりカジュアルなんで大きく外せるようなバッグになっています。なので大胆にカジュアルダウンしたいっていう人はこっちの大きいバッグの方が見た目としておすすめで、逆にそこまでねカジュアルすぎないでバランス取りやすい方がいいなっていう人はね小さいバッグの方がおすすめです。ただですね、もちろん両方買うっていうのもおすすめで、バッグって着用シーンとかに合わせて持っておいた方が結構ねいいんですよ。まあ、おしゃれな人だったりファッション中上級者の方ってみんなその日の気分だったり、まあ、TPU に応じて使うバッグとかも変えていくわけですね。その点踏まえて言うと、まあ、今回のバッグって結構使用用途が変わってくると思います。容量が全然違うんでね、普段から荷物が絶対大きい人とかは別にこのミニバッグいらないとは思うんですけど、そうじゃなければ、例えばねフェスに行く時とかはこっちのが良かったりとか、少ない荷物をコンパクトに持ち運べた方がいいっていうシーンだったらこっちのがいいじゃないですか。逆にですね、通学とか大きい荷物がね必要になってくるシーンとかはメッセンジャーバッグの方が合ってるわけですね。なので私生活を考えてどちらのシーンもあり得るななんて人は2つ購入するのも全然ありです。まあ、正直ね2つ買っても5000円ぐらいなんで、もう激安中の激安なんですよ。信じられない価格です。で、もしね余裕できてきたら、いいバッグで2つ3つ揃えておくと、ミニバッグとか、まあ、でかいねリュックとかトートバッグとか揃えておくと、 TPO に応じて気分に応じて使い分けることができて、あとコーディネートにおいてね使い分けることができると、めちゃめちゃかっこいいコーディネート作れるようになってくるんで、少しずつ貯金してて、いいバッグ何種類か複数種類持っていくっていうのがねおすすめです。個人的にはねこの2つで並んだらこっちウエストバッグの方がよりねファッション的に使いやすくてかっこよくておすすめなんで、悩んだらこれ言ってほしいなと思ってます。これ GU が出した新作バッグで、前回ね GU 出した新作の当時のね新作バッグ人気で即完してたんで、これももしかしたら人気集中したら在庫なくなってしまうんで、なくなる前に必ずね気になった人はゲットしておいてください。概要欄にオンラインのリンク貼っておきますので、そちらからねチェックしてみてください。
ということで今回の動画は以上となります。僕の YouTube チャンネルでは次の洋服何買えばいいんだろうテーマに、様々なアイテムを実際に購入して本当におすすめできるものだけを厳選して紹介しています。誰でも確実におしゃれになれるよう情報を発信していますので、今よりももっともっとファッションを楽しみたいなんていう方はこの機会にぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなんていう方はこの機会にぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。